ルーアウトゼロやっていくかい。よし、マネーアイランドやるぞ。お金回収して、これマネーアイランドなところか。やるよって言ったけどさ、やることなくね。あ、なんかメンツ変わってたよな。あ、サチコ、お前やるやん、お前。ちょっと待って、ブルセラの元締めで培った人関係あるか、それ。ガードマン、ちょ、あれだな、タカ上松か。お前に任せた。モンゴルで首絞め強盗に襲われたことがあります。口喧嘩は強いぞ、そうか。じゃあお前ら頼んだわ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。よし。ラジオのハガキ送ってやったとこだったね。じゃあなんかプラプラしようかなって思うんだけど、アジア街に行ったらもうあれ行っちゃうよね。マハラジャにピンついておりますな。杉田ビルびっくりマークついてるの。ちょっと待って、もう帰ってみる。なんかあんのか。あ、なにこれか。え、もうえ、もうドルチェさん、ご機嫌いかがでしょう。タイム司会のドルチェカミアです。変わらず元気だな、こいつ。ドルチェカミアのおはがき来た。採用されてるか、これ。ジャッジメントカズくんのハガキは読まれるだろうか。ジャッジメントカズくんさ、おお、一撃採用じゃん。先日俺は SM クラブで働く女王様と知り合いました。どういうきっかけだそれは。彼女は人を罵るのが苦手だそうで、俺が彼女に罵り方を教えてあげることになりました。なんですか、ご褒美ですか。でも困ったことに俺は SM に詳しくなかったので、いろいろと苦労しました。いい経験になりました。PS 神谷さんはSM に興味ありますか。ジャッジメントカズくんさん、 SM に詳しくないのになんでそんなこと引き受けちゃったんですかね。彼女の働くお店、後で個人的にお便りください。ちなみに僕は SM に興味ありませんよ。興味があるのは愛だけかな。くっさ、こいつ。よっしゃ、読めたぜ。専用ボイス。すごいじゃん、こんなにすぐお便り届くの。あと2回で100万円。書く書く書く、何でも書けるよ。ネタ大量にあるからな、ジャッジメントカズくん。アラクレクエストよ、アラクレ、アラクエ。拳銃をぶっ放しましたってちゃんと書けよ。おい、すぐに連行されるからな。絶対内容は見るんだよ。絶対に、絶対に見るんじゃないぞ。よし。で、これでまたしばらくすれば、まだ読まれるんだろうな。え、もう、嘘だよな。嘘でしょ、一応外出ただけだよ。マジかよ。早くね、速達。いつもラジオ楽しみにしてます。先日俺は荒くれを取られてしまった小学生と出会いました。小学生から荒くれを取ったのは高校生でした。その高校生はチンピラに取られ、そのチンピラはヤクザに取られてました。しかもそのヤクザは最初のこの父親だったのです。とてもびっくりしました。これは本当にすごいだろ。 PS ドルチェカミヤさんはゲームをしますか。ジャッジメントカズくんさん、これ本当すごいな。わらしべ長者みたいですね。ゲームのせいで犯罪が起きるなんて悲しいですね。結局その荒くれは小学生の元へ戻っていったのでしょうか。とても気になります。ちなみに僕は今まで1種類のゲームをやったことしかありません。1種類しか。恋愛という名のゲームですかね。はい、黙れよお前、マジで。よっしゃ、読まれたぜ。毎回やるのそれ。いや、これだけで、ね、100万円もらえるからね。やるでしょ、そんな。もう書きまくるよ、俺。悪いけど、今日はもう一切ストーリー進める気ないからね、俺。ピザを届け。いや、ビニールに包まれた夢行こう、これ。これいいでしょ、ビニボン買った話。おい。よし、見んなよ。社長もそういうお年頃なんですかね。いいか、絶対内容見ないでくれよ。
超嬉しそう。綺麗。もう届いた。サクサクイベントじゃんこれ。皆様、ドルチェ神野郎ジャッジメントカズくんさ。どうも、はい。先日自動販売機で売ってる本を欲しがってる子供がいました。なるほどあれね。その子供役母親に自販機の本のことを尋ねたらすごく怒られたそうなんです。大人に対して絶望しているその子供のために俺が代わりに本を買ってやることにしました。やはりこういうのは大人になっても少しドキドキしますね。 PS ドルチェ神谷さんのドルチェって一体どういう意味ですか。お子さんの将来が気になります。ちなみに僕のドルチェっていうのはイタリア語で甘いっていう意味です。脈絡がなさすぎるよジャッジメントカズくんさん。おお、これ3回でしょ。何？ん？サプライズ？え？いない。こいついつも寝てんな、社長よ。仕方ない。こんな忙しい時いたらくっそ不機嫌な顔してて血あるんだけど。ラジオ読んでたから。ラジオ聞いてたからね。チャラそうな男来たね。いやいや。え？ドルチェ神谷じゃね？皆様、ご機嫌いかがでショータイム。すげえ。はい、司会のドルチェ神谷です。めちゃめちゃ見やがった。あのおはがきドルチェ。ジャッジメントカズくんさん、僕からのサプライズです。コングラチュレーション。おお、合力の軍手。すげえ、めっちゃ強いじゃん。あの握手を、はい。周り緊張してるよお前。See you next time。 こうやってったわ。よかったら握手してもらえて。よっしゃ、読まれたぜ。よかったね、キリュウ。これで終わりから。でも軍手ねえ、クソ熱くない？これもうかけないよね。もうかけないわ。軍手やばいでしょ。どこにつけんのこれ、軍手。ここ？あ、すごい。掴んだ時に振りほど枯れにくくなる。すごい。しかも銃とね、防刃防弾でしょこれ。めっちゃいいじゃん。合力の軍手装備しよう。え、全然なんか良かったな。まあ、ちょっと街をぐるっと閉めますか。なんか起きるでしょ。こいつポケットティッシュ。な、待って。おい。なんだこれ。何？あ、普通に売ってんのこれ。でもなんかバーベキューやってんのかと思ったわこれ。なんか普通に露天商みたいなのやってんだね。なんかねえかな。あ、いたわ。俺結構テレホンカード。お前やばいこと言ってなかったか今。ああ、結構集まったよ。どう？へえ、どの子もいいじゃんいいじゃん。あんたのお気に入りはどの子なの？このむっつりスケベ、男同士なんだから隠すことないじゃん。本当のとこはどうなの？だくしょうがねえな。強いて言えばあの店の店員に似てない？きっしょうは耳元でささやくな、ちくしょう。ヘッドホンつけてんじゃなかったわマジで。手こずったって何？お前そのなんだ、本当に見えたのかこの子の裸が。お、気になる。ただ本当にそんなことがあるのかと思ってな。ひたすら修行あるのみだよ。あんたも穴が開くほど写真を見続ければいつか必ずその境地に達するようになるって。それじゃあ休憩終了。そろそろ本物の女の子を神に行くかな。きったいこいつマジで。こんなやつを絆をさ繋ぎたくないんだけど、どけどけよ。うるせえな。なんかねえか。あ、もう来たじゃん。売り上げ回収行こうぜ。お、パチンコ店買えるやん。買っちゃおう。いいね。
なんかもっと買える店ないのこれ。ニョキニョキ学園名前買う買う。え、1000万ちょっと待って、金回収してくるわ。金で金転がせるよね、これ多分。いくらぐらいもらえるだろう、今回。マネーアイランドと。848万円こんなところか。やばいじゃん。ちょっと待って待って待って。これで投資して、あ、やべ、パチンコ丸福は違うのか。これ娯楽だから星マークなんだね。ランクアップ、ランクアップして、百合酒もバンクアップ。いや余裕じゃん。これめっちゃ儲かんの、これやばくね。回収回収、ガンガン稼ぐぜ。え、すげえ、超金入る。これ思ってたより金入るわ。ユリジャケン、テレクラテレランド無理このあたりちょっととりあえずニョキニョキクラブを、ニョキニョキ学園を1000万。よしよし、これでまた行こう。うーり、儲かりまっかー、やっとりまんな。わー、1000万。まあこんなところか。余裕1000万チャラよ、あんまり。お、京さんアミューズメントにめっちゃ強いじゃん。え、すげえ、クソある。え、強え強え強え。で、あとは高田由美で飯屋をあげて、ニョキニョキ学園は風俗か。じゃあマゾおじさんさすがマゾおじさん詳しいね。で、ユリ酒は高田由美と。いいね、ケーキ登るね。よし、回収開始。ジャリンジャリン稼ぐぜ。よし、ちゃうんだよ。で、また外行ってと。あ、なんだ、ついにピーチ、くるせえ女だな。娯楽王じゃんおい、俺ならここにいるぜ。貴様が社長、ん、貴様は前に肩ぶつかった兄ちゃんか。まさかあんたがキリュウ社長とはな。お前よく覚えてんだ、肩ぶつかっただけでやはりお前が娯楽は、俺のエリアをあんだけ荒らしといて何の用だはねえんじゃねえよ。俺は純粋に事務所経営をしてるだけ。それをお前にとやかく言われる筋やよ。確かに別に悪いじゃん、彼って。わー、いるね。オードリーもいるね。山の上の時もそうだった。つくづく腐った男だ。やってやるぜ、おい、竹下。オードリー竹下くんの。やってやる。娯楽王はまだ来ねえのか。まずは手先から。いきなりスタンガン持ってね。スタンガン野郎はね、俺やばいと思う。ナイフ野郎はまあいいんだけど、ビリビリするのむずいから。よし、次はドス野郎。痛い痛い痛い。お前オードリーの蹴りじゃねえだろそれ。よし、ドスやり、これで怠慢よ。引き出させろ。あぶねえ。いいね。入ってる入ってる入ってる。めっちゃ入った、めっちゃ入った。いて。あー、ガード勝て。おい、やばい、テレクラキック強っ。あーお前手下のくせにやるじゃん、結構。最後は電柱でフィニッシュ。
いや、お前ビビって逃げただけだろ、お前マジで。お前が死ねばお前の物件すべて俺のものになる。こっちはそれでもいいんだ。お前戦国ゲームかよ。信長の野望かなんかか、お前は。ならねえだろ、殺してもお前のもんによ。ファイブビリオネア、なめるんじゃねえぞ。なんだあいつ、せえな、お前。大丈夫大丈夫大丈夫。娯楽を、手段を選ばないやろ。よし、あ、いいね、順調にこれ娯楽を進んでるってことだよね。ここは、お、ヘルスプラザ1240万買えるね。マゾジーいるからさ、こっち側のサイドも 実はめっちゃ熱いよ。なんかここら辺の流行ってそうな店さ、じゃんじゃん。お、パチンコ1840万、いいね。あ、めっちゃあるわ。ラーメン無理、ロバタ焼き、のぞき部屋、風道会館。ちょっと毛色違うやつ来ましたからね。うわ、カツアゲくん爆睡の、いやー今行くか。お、建設事務所、え、そういうのもある。ここら辺のエリア入ってる。ということはこの通りに入ってる。お、いたいた、ポケットサーキット。あ、ついにこれあれじゃない、ラジコンじゃない。ポケサー、ポケットサーキット、車の模型にモーターをつけて走らせるレースゲーム。これミニ四駆みたいなもんなのかね、はい、ポケサー。こっちがレース会場のポケサースタジアム。ポケサースタジアム、いいじゃん。こんなとこあったんだ。へえ、やる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 。え、どんな感じなんだろう。で、これ最初からできた。ガチガチの子供の遊びじゃんこれ。うわー、ぽいわー。コミックタンタン公認。これあれでしょ、ボンボンでしょ、これボンボン。大人気のようだな。うわ、なんだ、レッツ&ゴーか。なにこの BGM、 熱いやん。お、城島リーダー、なんなんだこの男は。じゃあこれからポケサーの道に入ろうってわけだね。もちろん大歓迎だぜ。俺の名前はポケサーファイター。そうか。レース実況付きなの、すごいじゃん。カズマくんだね、カズマくん。ポケサーレーサーは相手をくんもしくはちゃんのをつけて呼ぶのがルールだ。だから君はカズマくんさ。車の模型にモーターをつけて走らせる。ただマシンを走らせるだけの遊びじゃないぜ。ポケサーの真の楽しみはカスタマイズにあるんです。いろんなパーツを組み合わせながらカスタマイズし、レースで勝つことがポケサーの醍醐味なんだぜ。そこのパーツショップでパーツを買ったり、おお。持ってるよパーツ。街中で手に入れたパーツを使ってカズマくんだけのオリジナルマシンが作れる。だ、面白そうだね。ドリームマシンという高級なジャンキからすごいパーツが出るって噂もあるぞ。待ってるぜ。よし、やるやるやる。真横にいんじゃん。気になる存在、ポケサーファイターカズマくん。カズマくん、もしかして本格的にポケサーを始めてくれるのか。いや、やる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 。なポーズなんだよこれ。あ、マシン1台すごい、くれるの。ゴーレムタイガー、え、マックスだけど、レアリティ期待の。パーツゴミだね、パーツ変えようぜこれ。俺いいパーツ結構持ってるはず。これポケサーのセット持ってるもん俺。ノーマルバッテリー、ファイヤーレッド、柄かな。あれ、これなんか操作できんの？もう見てるだけじゃないのか。押してブースト、気合注入。レディーゴー。じゃあ始めるぞ。おう、ゴーレムタイガー頑張れ。おう、
霊視聴ブース赤のカズマくんの気持ちがマシンに伝わって加速するぞ。三角を使ってブースト、フルスロットルだ。いい調子だ。とんでもないスピードが出せるが使用回数は限られているから、ここぞという時に使おう。コーナーや段差でのコースアウトも要注意だ。はい、ああマシンがコースアウトしそうだ。丸連打でマシンに気合を入れて体勢を立てなす。気合い気合意味がわからねえマジで。おう、早回しもできる。こうか。さすが。こんな風に進ませることでこれさえしておけばどんどん体感出られる。ゴール、勝った。勝ってるじゃん。しかも勝ってるぜ。なるほどね。なんかでも結構単純な遊びじゃないか。これもうごぼう抜きにしようぜ。バンバンいけるっしょ。ポケサーカスタマイズん。おお、すごい。え、すごくね。え、こんな変えれんの。ハイパースパイクタイヤ。あー、なるほどね。ハイパーバレル、スピードが上がるんだ。スパイクタイヤつけて軽くなるけど、コーナリングが、はあ、コーナーでも減速しにくいが、コースアウトに注意が必要。モーター、え、いいじゃん。これも明らかに最強じゃん。ハイパーミドルモーター。ギアがダッシュギア、お、いいね。合計値が上回るならつけてみよう。バッテリーはこれだけ。サイドステ、かい。マシン傾いた時の体勢を立て直してくる。ステカファイアレッド。え、色変えれんじゃん。これすごい。めっちゃ熱いの作りてえな。白ボディ。エロくね。エロエロマシンで大勝利や。よし、行くぞ、ゴーレムタイガー。お前の実力を見せてくれ。よし。早速走ってみよう。始めるぞ。これ500万かけたポケサーとかないの？特殊ゾーン、ブロックカーブ。逆ウェーブセクション。え、すごい。めっちゃいろいろあんじゃん。入門からいきますか。あ、コストが、コスト25の大会にしよう。よし、ここでもカスタマイズできる。細けえ。ここだけでもうファミコンのゲームぐらいできてんじゃん。このコース、みんな対策はしてるかな。でっけえミドルコース。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。挑戦者の目からはすごい気迫が感じられる。すごい実況ついてる。カズマ君は打ち勝つことができるのか。いくぞ。注目のカズマ君は青レーンだ。みんなスタンバイしているな。カズマ君遅れるなよ。みんな位置につけ。ゴー。少し出遅れたか。大丈夫大丈夫大丈夫。こっからまず、おー、いや、このままではコースアウトしてしまう。うわー、早すぎる。最強やん。もう手下すまでもなくね、こんな。ぶっちぎりなんだけど。もうブーストいらないでしょ。誰も追いつけないよ、こんな。え、すげえ。え、余裕じゃね。全然ぶっちぎりだよこれ。あれ抜かれた。あ、やばい。いや、無理じゃん。勝者はご覧の通りだ。ちょっと待って。え、こんなコースアウトしちゃうの？え、どうすんこれ。ちょっと、コースアウトしないようにカスタマイズするわ。え、くっそ悔しいんだけど。早すぎたね。性能に対して。
まあ、でもグリップ性能考えたらタイヤはこれでよくて、ここね、コーナリングだね。いや、ダメかこのモーターだと。いやでもね、スピードよりも加速が大事だと思うんですよ、このコース。うん、サイドステイもつけてんのにな。いや、最初のね、良くない加速がありましたわ。加速する場所選ばないとダメだな。最後の大きいカーブ2つあると思うんですけど、2個目のカーブの下りで決めないとダメだろ。これはこのコースの主役は何といっても急カーブだ。ここだよ、ここ。頼んだぜ。地元では負け知らずだったらしい。注目のカズマくんは緑レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。頼むぞ。みんな位置につけ。あ、もう明らかにいいタイヤ履いてるもん。快調な滑り出した。まだ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 。ここで焦っていく。2回目の下り、ここ。いけ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 。よしよしよし。早くね、みんな。みんなスピードやばくない？マジで無理なんだけど。こっからどうやって勝つの、こんな。嵐の前の静けさなのか。ここ、いや、もうブースト使うしかねえ。いや、こんなとこで飛び出るかと思われたが、試合でコースに舞い戻れ。頼むよ、ゴールデンタイガー。まだ終わらねえ。いや、カーブきつくね。こんなん勝てねえって。さあ、なんで俺のゴールデンタイガーが負けるわけ。一瞬昔かし。ちょっと待って、もう無理だな、これ。なんということだ。ちょっと待って、これきつすぎるわ。周回遅れで？ボロボロじゃん、カズマくん。ちょっと待って。嘘だよな。こんな、子供の遊び場でテレホンカード落ちてんの、エッチな。おっと、いやー、ポケサーに有村チカはまずいでしょう。ちょっと待って、一回ショップ見に行こう。いらっしゃいませ。いや、もうとりあえず全部買います。ありがとうございます。よし。で、まずはやはりね、初級の大会から行くべきだと思うんですよ。景品とかで順々に強くなっていかないとダメだね。コストを下げながら行くしかねえな。スリックタイヤに変えて、高速でコーナーを回れる。スピードフィン、ここはもうスピード重視で行こう。で、ダッシュギア、これでいけるっしょ。サイドステイね。よし、行こう。これでぴったりコスト20。いや、初級の大会だっていけるっしょ。マシンの強さがはっきり出るぞ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。立ちはだかるライバルはなんとポケサーでの勝率8割。これは強敵だ。高っ。注目のカズマくんは緑レーンだ。8割勝率、スタンバイしているな。クソ強いなんて。手遅れるなよ。みんな位置につけ。いけ。あなた少し出遅れたか。なになになに、なんでそんなことになったの。気合の加速だ。よわ。いけ、もう。おー、ちょ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 、早すぎ早すぎ。早すぎ早すぎ。早すぎでしょ。ぶっちぎり、安全運転安全運転。よしよしよし。ゲージ回復してくれ。え、おっそ、なに、めっちゃ遅くね。ここで止まってしまうのか。え、なんなのこのスピードの遅さ。エロエロやん。失速している。ここで止まってしまうのか。え、なんでこんな遅いわけ。ここで
止まってしまった。やってしまった。え、なにこのゲーム。よーし、え、むずこのゲーム。何が足りないんだよこれ。サイドステイなしにしてみる。重いのかなこれ。軽量にしてみるか。よし、これでいこう。今回は軽量化した。これでワンチャンじゃね。このコースはマシンの強さがはっきり出るぞ。足元を救われるなよ。任しとけ。頼んだぜ。俺のゴーレム。カズマくんのライバルは大会の常連者だ。注目のカズマくんは黄色レーンだ。頼むぞ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。それではレースを開始するぜ。レディーゴー。はいよ。勢いよく飛び出した。いや、やっぱ軽さだわ。え、最強じゃん急に。いや、やっぱ重かったんだ。ステイがほらぶっちぎりだもん。え、サイドステイいらな。え、最強やん。はい、加速。重さが全てでした。ふん、俺の大の大人が4万はたいてまた参加し、やるやるやる。いや、もう全然勝てるよこれ。もうどんどんこれごぼう抜きにしていきますわ大会。よし、じゃあ始めるぞ。全レースこのコースは今日制覇します。スピードが鍵になるぞ。力強く駆け抜けろ。ふん、この程度の山並みコースで頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー。止めれると思うなよ。注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。大丈夫、加速は強いはずだ。ガッ。あ、速っ。みんな頑張れ。え、めっちゃいい勝負じゃん。なに、いけるぞ。このまま勝てるみんなのスタンバイ。抜け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 、めぐみ抜け。よし、ナイス。よしよしよし、オッケー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 。オッケーオッケー、1位いける、1位いける。ブーストキープ、ブーストキープ。まだブーストいいよ。まだブーストいらない。お前、持続力もあるからな、このなりで。よし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 。ラスト1周、ラスト1周ブースト、ラスト1周ブースト。展開でいくぜ。やべ。よし、ナイゴレ。カズマくんが大会の優勝。余裕だわ。おい。余裕だわ。よし、バンバン行くぞ。次のレース。いや、やはり重さが全てだということを証明してしまいましたね。では、今回は25コスなので、もっと軽くて、いいのを使っていこう。ダッシュギア。よし、バッテリーよし。サイドステイとかエクスはもう二度と使わないので。よし、いきます。21コースだけど多分勝てるし。コースアウトするレーサーが多いのがこのコース。みんなここだよな、あのな、2連カーブな。マノ、このコースの主役はなんといっても急カーブだ。頼んだぜ。俺のゴーレム隊。挑戦者の目からすごい気迫が感じられる。注目のカズマくんは赤レーンだ。カズマくん現在2連勝中。出遅れるなよ。ミドルクラスに向けてここで華々しく3連勝飾れるか。いい出だし。いいね、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 いいね。出だし神、出だし神。コースアウト気をつけろ。ここはマジコースアウトきついからな。よし、これでいける。どんぐらい連打するか考えないとダメだろうな。いきなりやりすぎると後々ゲージがなくなってしまう。これはいきなり連打しまくればいいというわけではない。バランスを崩さないギリギリだけ連打。そのまま、そのままゴーレム、そのままだぞ。いいね、いいね、いいね、いいね。いや、もう初級クラスにお前の敵いねえわ。ナイス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 。オッケー、そろそろ1回目のブーストいってきますか。コーナーの下りで
はい、ここスロットルだ。この敵に詰めて。おぶれ、おぶれ。よし、これでいい、これでいい、これでいい、よし。すげえ、くっそええわ。俺ポケザーのコツ完全に掴んだっしょ、これ。ここで2回目のブーストいいね、いいね。全然全然やばばばばばやっちまったぞ。こんなはずでは。なんだ、そこんな勝者はご覧の通りだ。ブーストいらねえ。クソレース、周回遅れになってやめさせられたのに機体がぶっ飛んで終了。よし、じゃあ始めるぞ。もう一丁、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 放置で大丈夫。もうね、俺変なことしません。このままで絶対抜けるんで、これで。よし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 。いや、もう加速してえな、もういいか。やっちゃう、めっちゃ連打するわ、来たら。あジグザグゾーン、調子いいな。いけるぞ。みんなのカスタマイズが光っている。いいカスタマイズだ。なかなかやるな。これの静けさなのか。いいカスタマイズだ。え、やばくね？なんか緑のやつめっちゃ来てんね、これ。いよいよファイナルラップだ。ブーストするわ、普通に。これ負けるわ、しないと。よし、OK。 危ねえ、後半めっちゃ伸びてきたわ。ナイス、ニューレコード。俺の勝ちだ。ナイス。ああ、ねえねえ、ねえファイター、どうした、タクマくん。ファイターってさ、童貞なの？ピン。タクマくん、よくそんな難しい言葉を知ってるね、すごいぞ。でもね、意味もわからないのにそういうこと言っちゃダメなんだ、わかったかい。ファイターと約束だ。さすがポケサーファイター、すごいね、対応完璧じゃん。童貞って女の人と付き合ったことがないってことでしょ。いや違う、まあそういうことになるか。秀樹くんが言ってたもんね、秀樹くん。何、たくまくん。秀樹くん、君か、変なこと言い出したのは。ダメじゃないか、そんなこと言っちゃ。だっていい年してポケサーファイターなんてやってると童貞に決まってるって母ちゃんが。なんてひどいこと言うお母さんな。とにかく違うぞ、童貞、童貞。テニスの王子様。ここテニスの王子様。童貞、童貞。すっかり意気消沈してしまった。この空気を何とかしなければポケサーで遊ぶどころではない。子供たちを教える、ファイターは童貞じゃないと教える。もう童貞じゃないから、ファイターは。ファイターは本当に童貞じゃないんだぞ。え、そうなの。ファイターはすごいんだ。夜はそれはもう VV 言わせてるはずだ。VV ってなんだかよくわかんないけど、こんなかっこいい兄ちゃんが言うんだもん。やっぱり僕は間違ってたのかも。ファイター、変なこと言ってごめんなさい。ああ、分かってくれればいいんだ。じゃあ、みんなで仲良くポケサーするんだぞ。マセガキどもがよ。お礼でしょ、お礼。カズマくん、さっきは助けてくれてありがとう。元気出してくれ。カズマくん。カズマくんはかばってくれたけど、俺子供たちが言ってたこと本当なんだ。そのどっちでもいいだろ、ポケサーやる上ではな。俺来年30なんだ。いい音なのに女の子の手も握ったことがない恥ずかしい男さ。まあね、嫌だよね、30でポケサーファイターやってるやつ。子供たちと同じ目線で物事を見て、子供たちと同じものに夢中になる。それは一種の才能だ。誰にでもできることじゃない。ポケサーファイターはすごいと思うぞ。決して恥ずかしい男なんかじゃない。カズマくん。へへ、いっけねいっけね。
俺たちはことがついナーバスになっちまった。カズマくんのおかげで元気出たぜ。泣き言なんて俺には似合わないよな。頑張れポケサファイター、サンキュー。また大会に参加してくれよな。カズマくんの走りを待ってるぜ。全然いい話じゃねえのに BGM で無理やりいい話にしようとするよな。本当に追い出されたんだよ。俺まだやるよ悪いが。お、すげえパーツ増えてる。え、行く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 。いや、熱くね。どんなパーツ増えたの？いや、なになになに、どんどん来る。どんどん増える。もうないか。ねえねえ。あ？なんだ、マセガキじゃねえかよ。なんだマセガキ。腹立つ顔してんなお前。子供が嫌い。ポケサー好きのタクマ、ちょタクマくんのあれで思い出したんだけどさ、先生童貞なのみたいなあるって言ってたけど、俺小学校3年生の時に友達に、おいホモって言われてホモの意味分からなくて泣いたことあるんだよ。僕はカズマくん。タクマくんだったよね。ポケサー始めたの最近だったよね。僕も最近始めたばっかな。仲良かった友達がポケサーを始めたからだよ。一緒にやろうと思ったわけか。実はあんまり最近話してないんだよ。前はいろいろ教えてくれたりしたんだけどね。僕のマシンが遅いから呆れられちゃったのか。俺はその友達のことわからんが、お前のマシンが遅いから仲良くしなくなるなんてことは違うと思うぞ。そもそもポケサーっていうのはお互いに勝負の中で切磋琢磨しながらカスタマイズしていくのが醍醐味の遊びだからな。くっそハマってんやんお前。キリポケさんガンハマりしてるやんお前。そうだカズマくん、僕とレースしよう、うん、僕やっぱりもっと速くなりたいんだ。僕と勝負しよう。切磋琢磨すれば速くなるんでしょ。わっやってやるよ。そこまで言うなら。悪いな、子供相手にムキになっちまうけど、20コストね。20コストだったらタイヤ下げるよりもフィン下げますか。スピードフィンいきます。多くのマシンが戦いを挑んできたこのコース、頼んだぜ俺のゴーレムタイヤ。カズマくんの相手は最近ポケットサーキットを始めたばかりというタクマくんだ。注目のカズマくんは青レーンだ。よし勝負しよう。対するはタクマくんだ。みんな位置につけ。タクマの写真。右のタクマの写真いる？よし、いきなりルーストします。いけ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 ！よし、耐えた耐えた。もうタクマ周回遅れ。ガキ相手に4周で耐える。半分ぐらいで周回遅れにさせて勝つとか俺の勝ちだ。大人げなさすぎだろ、うん、お前カズマ君の俺の勝ちだ。一人相手にコロッとやるよ。ガキ相手に。それがお前のやり方かよ。こんな感じだからきっと秀樹君も思わず俺も本気出しちまった。確かにまだまだなところもあるが、お前のガッツのある走りは嫌いじゃなかったぜ。もういいからこの BGM 流れてよ。そうだ、多分なんか事情あるんだよ。何なんだろうね秀樹くん。ステッカー、お、ありがとう。アクアブルー、え、いいじゃん、ありがとう。お、タクマの意思ついてくれるわ。児童公園に行ってくるね。いってらっしゃい。あ、なんだ、いろいろありがとうカズマくん。カズマくんと遊べて勇気出てきたよ。また勝負してね。いいね、ポケサーで広がる友情。極道でもポケサーがあればつながれる。さあ俺はパーツ買うから、もう話しかけんなよ。いらっしゃいませ。よし、でも一個ずつください。100万、おい100万、バカかおい、100万、何を言っている。
100万ちょっと待って、新速ギアめっちゃ欲しいんだけど。え、バッテリーね、バッテリーやってないのか。まあ、これで。ありがとうございました。全財産かけてミニ四駆にズブズブ。いや、中級大会を勝つにはこれぐらいのパーツが必要だからな。早速大会にエントリーさせてもらうぞ。よし、じゃあ始めるぞ。さてと、中級者オープン大会、ここからは手加減なし。30か、結構カスタマイズできるね、これね。いや、スピード重視でいきたいですね。でもやっぱりサスペンション、いや、増えんのか、重さ。ありがとな、タクマのアクアブルーつけて。え、全然コスト余裕なんですけど。あ、すごいコーナー性能、これ上げるか。コーナー87、いや、スーパースピード感。いや、これね、やっぱあれだわ、コストじゃない、軽さ。多分これで勝てるよ。このコースは勢いだけじゃ超えられないよ。一周してね、しっかりカスタマイズしていいと思う。ちょっと待って、一周してね。え、これぐるってなんの、すごい、マリオカートじゃん。巨大なループ、ループパワーとスピードで突破しよう。わ、頼んだぜ。俺のゴーレム隊立ちはだかるライバルはなんとポケサーでの勝率8割。注目のカズマ君は緑レーンだ。8割ばっか。みんなスタンバイしているな。行くぞ、アクアブレ。みんな位置につけ。ゴーレム隊が初動で決まる。いや、早い。大丈夫でしょう。おっと、スピードが落ちている。回りきれるか。はぁ、おっと、失格している。ここで止まって。え、マジで。一回で行くぜ。逆転へ。パーッと生まれるか。え、キッズ、おっと、え、キッズすぎでしょ。中級者コース。え、何もかも足りないわ。ショック激しいね。おう、自動公園レッシュ、ヒデキ君。あ、いや、聞き覚えのある声がしたんだが、なんだ。僕は今ちょっと忙しいんだよ。だからタクマ君とはレースできないんだ。まあ、早く帰ってよ、タクマ君。あ、ん、うわっ、うーわ、ミカちゃん、あらあらあら、ミカちゃんの足、子供じゃなくね。子供こんな足なの。OL の足そのまま縮めたみたいな足してるけど。うわ。友達のカズマくん、うわ、うん、もちろんだよね、カズマくん。あ、いいぜ。秀樹、おめえ、女独占しようとしてるでしょ、こいつ。ポケサーも早い。ミカね、ポケサー早い男の子って大好きなんだ。そうか。秀樹、ちょっと待った。なに、秀樹。ミカちゃん、僕の方がカズマくんより早いよ。そして渋くてかっこいいよ。そう。確実にカズマくんの方が渋いでしょ。当たり前だろ、お前。踏んできた数が違う。この秀樹くんってやつはミカちゃんってことに惚れてるんだ。ミカちゃんを独り占めしたくてタクマくんを近づけなかったって。なるほど、子供の世界もいろいろあるんだ。え、何、勝負。何。分かった、やるよ、やればいいんだろう。ミカちゃんも引いてんじゃねえかよ、これ。巻き込まれてしまったが無視するわけね。こう、小意地は難関コース。まあ、しょうがねえな、一問でやりますか。とりあえず10万円自販機よと。金がねえ。17万しかねえ。ぬるぬるスプレー、ちょっと待って。これ装備？お、ぬるスプ武器じゃん。これやっちゃおう。
まあ、ちょっととりあえず秀樹くんに大人の恐ろしさを教えてあげますか。一切手を抜く気はないので。やってんねお前。やろう。いいぜ。コスト制限は20か。ザコが。はあ、20ごときでね、生きられたらもうたまったもんじゃないよ本当に。大人の怖さ教えてやるか。待って、サスペンション外すわ。外しろ。行こう。ドラマチックなレースをいつも頼んだぜ。俺のゴーレム大会。カズマくんが挑むのは最近実力を伸ばしていると評判の秀樹くんだ。注目のカズマくんは青レーンだ。よし行くぞ秀樹。秀樹くんだ。大人の恐ろしさ教えてやるぜ。開始するぜ。開幕でな。死ね。全開で行くぜ。逆転へのブーストだ。ふぅ。カズマくんの気合がまっすぐ伝わっているよ。いけるいける。よし。すごい挙動でレースへ戻る。いいねいいねいいね。もうこれは二度と埋まらんでしょこの差は。おー秀樹、いいとこ見せんじゃなかったのかお前。おい追いついちゃうよあばよ秀樹くん。ポケサーなら秀樹くんママにお小遣いもらいなそんなパーツじゃ勝てないよ。さすがの強さだ。激しい。ミシタルキリュウ行け。俺の勝ちだ。は、早いそんな、すまなかったな。手を抜いても失礼だと思って。すごいねカズマくん、僕まだまだ全然遅いや。最近ミカちゃんのことばっかり考えて、タクマくんとか他の友達と勝負とかしなかったからなまっちゃったかも。確かにな、切磋琢磨するんだぞお前ら。そしてカオコーはカオコいや、ヒデキカオコは、うん、すごく速くてかっこよかったよ。ミカドキドキしちゃった。そうか、ありがとな。は？何？な、恋人？でもね、ミカ自分より速い人じゃないと嫌なんだ。だから今度勝負しよう。勝ったらカズマくんの恋人になってあげるからね。え、いや俺は。また巻き込まれてしまった。恋路ってのは難関コースだな。しゃあねえなお前ガキのくせに。恋人には自分の大切なものをあげるんでしょ。もしかったら私の大事なものをあげるよ。何？え？最近の子ガキは混ぜているとは聞いていたか。日本はどうなってしまうんだ。いや絶対マシンのパーツだけど違うことにしようん。小学生か。いかんいかんお前ちょっと興味あんのかカズマくん。おう簡単に負けないからね。よしやろうミカ。本気で行かせてもらおう。ミドルコース 25? なかなかやるじゃん。なかなかやるやん。まあ一緒、もう21でいきます。ドラマチックなレースを。ここか。俺のゴーレム。手先が器用なミカちゃんがカズマくんの相手だ。カスタムの腕はどちらが勝るのか。若干可愛い系なの字あるんだけど。マシンが対するはミカちゃんだ。みんな位置につけ。行くぞ。写真字あるマジで。勢いよく飛び出した。弱っ硬い。はい、周回遅れしまい。行けカズマくん、フルスロットルで。かけるける。カズマくんここはしっかり曲がる。飛び出るかと思われたが試合でコースに巻き戻る。 OK、 このスピードキープで。やばい。大丈夫だよな。強い粘りを見せた。ちょっと減速してもいいぐらいだよ。もう抜かし勝負決めちまえ。抜かしまえ抜かしまえ抜かしまえ。そこちぎりで早い。よし、お疲れ。侮れないジグザグぞ。 GG ミカ、首洗って出直してきな。
ポケサーならこのまま勝つ。も大歓迎。おっと飛び出しそうだ。嘘だよな。やってしまった。え、もうこのコースさ、いやブーストしちゃうからさ、ちょっと我慢できなくなっちゃうね。いや、やっぱスピード出んなこのパーツ。いい調子だ。平地だったら最強なんだけどな。何もしなくても落ちそう。ブーストしなくても吹っ飛ぶじゃんこれ。よしよしよし。ものすごい粘り。おっとやばいって。戻るでしょこれ。危ねえ。ちょっと待て、速すぎる俺のマシン。コーナーに耐えられない。12周も吹っ飛ばないより要注意だ。頼むぞ、抑えてけマジで。まだまだだよ。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。追いつけ追いつけ。とりあえず抜かそう。とりあえず一人の勝負。自分との戦いな。こっから飛ぶなよ飛ぶなよ。減速せいで、もう速すぎだって。そろそろ本気を出せ。何が起こるかわからない。じゃあブーストしよう。安定性が違う。こんなんじゃ飛ばねえよマジ。いやー無理でしょ。え、サイドステイつけんの。さすがにサイドステイは、サイドステイは甘えじゃない。いやー、わった、スパイクタイヤで行くわ。うん、これでだいぶ安定性増すんじゃない。またパワーモーターで坂を登ってククッと曲がろう。やっぱスピードもいるんでダッシュギアぐらいで、多分これで結構バランス取れると思うんだけどな。頼むぞカズマ。注目のカズマ。ワイルドタイガー頼む。マジでゴーレムタイガー、ミカちゃんだ。頼むよ。みんな位置につけ。そろそろ片して。いや、タイヤは十分なはず。重さも確保してやる。少し出遅れたか。大丈夫大丈夫大丈夫。ブーストあるから。下りでブースト使おう。下りでブースト。静けさなのか。下りで行くぜ。逆転へのブーストだ。頼むよ。ついに勝つ。よし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 。コースアウトだけしなければいいから、それが発生してないだけで全然 OK。まだ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 。なせん。いや、嘘だろ。いや、ぶっ飛べよ、ミカのマシン。なんでぶっ飛ばねえわけ、そのスピードで。そろそろ本気を。ハイレベルの戦いだ。いや、ダメか、スピード足んねえ、これ。スロットルだ。頼む、これでなんか、いい感じになってくれ。いや、ダメだ、追いつけねえ、マジで。いや、もうふざけてるでしょこのゲーム。マジでムカつくわ。いや、バランス考えたらスパイクタイヤでしょ。いや、コーナー減速、まあいいだろう。いや、行こう、これで行こう。今度こそ、このコース、この注目の方は。いや、頼む、そろそろ勝ってくれ。対するはミカちゃんだ。みんな位置につけ。頼むぞ、ゴルムタイガー。おっそ、いいよ加速。いや、スペードすげえ。乗ってきた乗ってきた。神神神神、直線クソええわこれ。直線番長。え、桜爆心王だわこれ。え、早い早い早い。え、直線スタイルだわ。え、すごい、このゲーム細かちゃんと、なんかこうコースごとにパーツ組んでいかないとダメなんだ。見て、ここ直線でバチコリ抜くやん。やった、俺やっと勝てるわ。追いついてきてんのか。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。ミカ全然食いついてくんだけど、何こいつ。まだまだだよ。コースに慣れてきた。悪くねえね。やば、追い上げやばいって。いや、大丈夫大丈夫。いつだったらブーストするか。あ、やば、来てる来てる、ミカ来てる。この距離キープしよう、この距離キープ。早いな。大丈夫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 。やるじゃん。俺スロットルだ。いけまれ。頼むぞ、吹っ飛ぶなよ。トップを走り続けている。いや、そうか、もうパワーが。頑張れ頑張れ頑張れ。いけ、もうちょっとだ、あと2周。ゴーレムタイガー頼む、持ってくれよ。ここでブースト。
カちゃんだ、おめでとう。ニュートやんねえよマジで、クソゲニュートやんねえポケサーマジで。あ、黙れ、話しかけんの、二度とやらんわこのクソゲ。あーしょうもね、金金金金集めに行こう。マジくだらねえわポケサーとか、でも一生やんねえ。どうですか今日は。お金まだか金、ちょお前ら、お来い、ちょ来いお前らチンピラ、お前お金ボケがおい、カーとごとき生きてんじゃねえぞボケが、これしょうもないマジで。